大事な日を迎えました。今どんなお気持ちですか？いや、もう本当に緊張してますね。選手も緊張してるとは思うんですけど、まあ、僕たちも緊張してますね。どんな思いでこの場所に来られました？もう今年1年の集大成だと思うんで、そのパルティードはパルティードですけど、まあ、この1試合の前には41試合の積み重ねがあると思うんで、まあ、この1試合もそうですけど、41試合分の重みも加えて精一杯戦っていきたいと思います。若狭選手のゲーフラーですね、はい、今日どんなプレー期待しますか？まあ、スタメンで出てくれたら嬉しいですけど、うん、はい、そうでなくても彼がいると多分ベンチでも空気を作ってくれる選手だとは思うんで、チームのために働いてくれることを期待しています。じゃあその若狭選手含めて、はい、選手の皆さんにメッセージを最後お願いします。サポーターも 150% 全力で応援するんで絶対勝ちましょう。お願いします。今日決戦ですが、今どんな思いですか？はい、絶対に勝ちます、うん、そんな気持ちです。どんな思いでこの場所に来られました？絶対に勝って、J1 に戻る、うん、その思いでいっぱいです。どんな試合期待します？悔いのないように、うん、出し切ってほしいです、うん、もう90分間何があっても諦めない、何があっても、うん、油断しない、もうその気持ちで、うん、やってほしいです。選手の皆さんにメッセージお願いします。1年間の集大成ですね、監督を信じて、自分を信じて90分間一緒に戦いましょう。今日も今からプレーオフの気持ちで絶対何が何でもセイバーはベルディ。ありがとうございます。今日がプレーオフの気持ちで。そうですね。今年のベルディ、はい、どんなところが強かったですか？やっぱり監督とチームが一つに一体になってたと思います。絆ですね。どんな試合期待しますか？今日は最後の最後でガッツポーズ。最後に選手の皆さんに一言メッセージをお願いします。共に戦いましょう。